皆様、お待たせいたしました。第4回日本モンキーセンター飼育施設対抗何でもアピール選手権大会、通称甲子園。本日は、1回戦第3試合として、犬神学院とマダガス高校の対戦をお送りいたします。今年は密を避けるため、オンラインでの開催となっております。実況は私、AC 学園副監督、坂口が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ここでご覧の皆様にルールをご説明いたします。1試合は3回行います。1回ごとに各チーム1つのテーマに合った1投を選び、交互に2分間プレゼンテーションを行います。3回終了後、良かったと思うチームに投票していただきます。今回の投票はツイッターで行います。動画公開から翌日の12時まで投票することができます。票数の多いチームの勝利です。皆様、ルールはご理解いただけましたでしょうか。本日の試合は、ヒヒ VS キツネザル。とってもコアな戦いとなっております。アヌビスヒヒを愛する荒木監督率いる犬神学院と、キツネザルに愛される市原監督率いるマダガス高校。どちらの愛が皆様に伝わるのでしょうか。とっても楽しみな一戦です。プレイボール！一回表、犬神学院。犬神学院監督荒木です。犬神学院はなんとアヌビスヒヒのみという特殊なチームです。アヌビスヒヒのみという強みを生かして戦っていきます。それでは犬神学院最初のテーマは、強いです。そしてこの強いにバッチリなアヌビスヒヒはこちらの空でいきたいと思います。でこちらの空、何が強いかと言いますと、一つ家系が強い、二つ性格が強い、三つ目性格がめっちゃ強いです。でまず一つ目、家系が強いです。ヒヒの城の中で最高齢のゾヘです。若い頃はオスに飛びかかっていたという伝説の持ち主です。そしてゾヘの子供、元アルファオスのゾロ、荒ぶるヒヒたちの頂点に君臨した強者です。残念ながら2015年に病気で死亡いたしました。この2頭の血を受け継いだ空は将来のアルファ候補と言っていいでしょう。で2つ目、性格が強いです。まずこちらをご覧ください。はい、動画の中で空がしていたのはカメに対して目を見開き首を曲げる2つですが、こちらはアヌビスヒヒの威嚇の行動になります。通り抜けをするところに気の強さが出ています。ではもう一度、やばいでしょう。でこれを上回る行動が3つ目、性格がめっちゃ強いです。矢倉の上で威嚇してますが、1回裏、マダガス高校。はい、それでは続いてマダガス高校監督の市原です。それではもう早速紹介をしていきたいと思います。はい、マダガス高校初戦のテーマは和でいきたいと思います。はい、代表はワオキツネザルのランタナです。もうランタナはとにかく見ていて和みますので、その和むところをアピールしていきたいと思います。でまずこちらなんですけど、ランタナはですね、座った時に足を前に投げ出して座るんですよね。で他の個体はですね、足を曲げて体育座りみたいな感じで座るんですけど、ランタナはいつ座ってもこのように足を前に投げ出して座ります。でもこれがとても可愛くてですね、こんな風にセクシーにちょっと座ったり、足を前に出してブラブラさせながら座ったり、見ていてすっごい和むんですよね。
で、日によってはこんな風に手すりにまさがって座るっていうこともあります。で、ランタナの性格がはですね、すごい穏やかでのんびりした性格なので、見ているこっちもすごいのんびりとしたような気分になります。で、こちらはですね、冬に電気ストーブに当たってる様子なんですけど、温まってる時もこんな風に足を前に投げ出して温まります。で、ワオキツネザルはですね、日光浴をするんですけど、その時にみんなこんな風に手を広げて温まるんですよね。で、その時にですね、ランタナは誰よりも肘を高く上げて温まります。で、その様子がこちらですね。もうこれでもかっていうぐらい手を広げて温まってます。で、その時もちゃんと足は前に出てますね。もう見てるとちょっとクスッとくるような、ちょっと自然と笑いが出るんですよね。で、こちらも手前がランタナですね。犬神学院は強い、代表アヌビスヒヒソラ、マダガス高校は和、代表ワオキツネザルランタナの勝負でした。2回表、犬神学院。なかなか手強いマダガス高校でした。では犬神学院2回のテーマはこちらでいきたいと思います。和、和といえばこの日しかいないでしょう。アヌビスヒヒ稲荷でいきたいと思います。まずは和むということで、こちらを見て和んでください。もう可愛い座り方を見るだけで和みます。で、こちらをご覧ください。食べながら遊ぶ姿、とても見て和みます。次に神話です。稲荷はおてんばながらもとても神話的なんです。年下のスルメと遊んであげたり、あといかついオスの間に割り込んでお汁を向けて挨拶。こうやって年上にも年下にも神話的な稲荷はヒヒの城の和そのものです。で、最後ダメ押しでもう一つと、名前が和風なんです。はい、犬神学院和は稲荷です。ありがとうございました。2回裏、マダガス高校。はい、それではマダガス高校続いていきたいと思います。はい、続いてテーマはダイです。ダイの代表はワオキツネザルのライカです。でもライカはとにかく体がでかいです。なのでそのでかさをアピールしたいんですけど、見てください、全然写真だとそのでかさが伝わらないんですよね。で、こんな風に下から撮ってみたりもしたんですけど、なかなかでかいのかっていうぐらい全然でかさが分かりません。で、こちらライカと同じ群れにいるちょっと体の小柄なレンガっていう個体なんですけど、こうやって2頭で並んでもその大きさが全然伝わりません。で、唯一でかいのかなっていう写真がこちらですね。背中がちょっと丸っこいですよね。でも写真だとちょっとこれが限界です。ということで体重を測ってみました。で、ワオキツネザル、だいたい2キロから 2.5 キロが平均ぐらい体重です。はい、それを踏まえて皆さん見てください。こちらです。なんと体重 3.5 キロありました。平均よりも1キロぐらい重たいですね。皆さん1キロってどのぐらいか想像つきますか？だいたい牛乳パック1本ぐらいの重さです。牛乳パック1本分ぐらいライカは重いです。で、ライカそんなにご飯をがっつり食べるっていうぐらいご飯食べないんですよね。で、そんなに太る要素がないので、なんでこんなでかいんだろうって考えました。するとですね、ライカのお母さんに注目してみました。実はライカのお母さん、先ほど登場したランタナなんですよね。で、ランタナも結構ぽっちゃりした体型だったので、ちょっと体重を測ってみました。するとですね、はい、なんと 2.95 キロ、ほぼ3キロありました。だいぶ重たいです。ランタナもだいぶ重たいんですよね。犬神学院は
和代表アヌビスヒヒイナリ、マダガス高校大代表ワオキツネザルライカの勝負でした。3回表、犬神学院。さすがマダガス高校、すごい強敵ですね。過去2回負けてますんで、もう絶対勝ちたいと思います。3回のテーマはこちらでいきたいと思います。技、もう技ならこの日しかいません。アヌビスヒヒ、手綱でいきたいと思います。手綱は普通のヒヒとは違います。まず比較として手綱ではないヒヒの普通のキャッチをご覧ください。このヒヒ、あのキャッチがうまい方なんですが、しかし手綱はもっと上を行きます。気になるでしょう。でこの動画は動画を見れば説明いりません。それではあのダイジェストにまとめましたので、まばたきせずにご覧ください。それではあの手綱の技ありキャッチです。どうぞ。すごい、いい動きしてる。たまに失敗しちゃうのもいいところですよね。最後キャッチ上手にうまく切りました。こんな技が似合うヒヒは手綱しかいません。マダガス高校に過去2回負けてますので、今回は絶対勝ちたいと思います。皆さんよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。3回裏、マダガス高校。はい、それでは最後のテーマに行きたいと思います。マダガス高校、続いては変です。はい、代表は黒白襟巻キツネザルのオレガノです。でオレガノは何が変かっていうと、日光浴がちょっと変わってます。皆さん先ほどランダナの日光浴紹介したんですけど、こんな風に手を広げてましたよね。オレガノはそんなんじゃありません。見てください、寝っ転がって仰向けになって日光浴するんですよね。しかももう首がもうグイーンってなって気持ちよさそうに日光浴をします。ちょっと変ですよねこれ。でも続いてこちらも、はい、地面の上でも寝っ転がって日光浴をします。すごい気持ちよそうなのはいいんですけど、ちょっと気になりますよねこの体勢。続いてこちらですね。こちら今動画流してるんですけど、全く動かないんですよね。もう気持ちよさすぎてこんな風に言ってるんじゃないかっていうような動画です。そしてこちらもお昼寝の様子ですね。寝る時も気持ちよさそうにこんな無防備な格好でお昼寝をします。ちょっと変わり者ですね、独特なお昼寝をします。でこれはお部屋の中の様子なんですけど、ハンモックの上で、見てくださいこの体勢、ちょっとやばいですよね。首が痛くならないのかなって、ちょっと心配になるような格好で休みます。はい、そして最後はこちらですね。はい、奥の方で気持ちよさそうに仰向けになって万歳して伸びきっちゃってますね。はい、こんな風にちょっと日光浴とかお昼寝が独特すぎるオレガノでした。犬神学院は技代表アヌビスヒヒ手綱、マダガス高校変代表黒白襟巻キツネザルオレガノの勝負でした。これで3回すべての対戦が終了しました。荒木監督のヒヒ愛、市原監督のキツネザル愛、どちらの思いが皆様に届いたのでしょう。勝敗は皆様の投票で決まります。今年の投票はただいまより翌日の12時までの間、ツイッターで行えます。
アピールの良かったチームへ投票をお願いいたします。結果発表は翌日の12時頃からツイッターにて各監督に伝えられます。その様子を生配信でお届けいたします。勝敗は皆様の投票で決まります。ではこれにて日本モンキーセンター飼育施設対抗何でもアピール選手権大会通称甲子園1回戦第2試合を終了させていただきます。本日実況は坂口が務めさせていただきました。本日は皆様ご視聴ありがとうございました。